フィクションジャンクションは、梶浦ゆきによるソロプロジェクト上のコードネーム、総称である。所属事務所は、スペースクラフトプロデュースを経て、現在は、個人事務所となる、フィクションジャンクションミュージックに所属。レーベルは、フライングドッグ。同プロジェクトは、アニメの主題歌や劇ともを中心に手掛ける、音楽プロデューサーの梶浦うらのソロプロジェクトである。全楽曲の作詞。 作曲、編曲、及びピアノキーボードコーラスはカジラ自身が担当する。フィクションジャンクションはあくまでもカジラのソロプロジェクトであるため、レコーディングやライブに参加するボーカルやミュージシャンは、フィクションジャンクションの正式なメンバーではない。プロジェクトの指導は2003年、カジラとボーカルの何ン優香をメンバーとした、フィクションジャンクション優香である。詳細は、どう,こうを参照のこと。 当初のグループ名はフィクションジャンクションフィーチャリング優雅であったが2004年にファーストシングル瞳の欠片をリリースするのとともに現グループ名に変更となったグループ名のフィクションジャンクションはカジュラ自身がフィクションし楽曲ごとにボーカリストらとジャンクションして新たなものを送り出すというコンセプトから命名されたという2005年にはカジュラが音楽を担当した NHK のテレビアニメーション、翼クロニクルの挿入歌を歌うにあたって、新たに、香里と慶子が、ボーカリストに起用され、それぞれ、フィクションジャンクション香里と、フィクションジャンクション慶子としてデビューする。さらに、同年にはカジラが音楽を担当した、テレビアニメ、エレメンタルジェレードの挿入歌を歌うにあたって、新たにアスカが、翌年には、OVA、 北斗の剣ユリアデンの挿入歌を歌うにあたって、若菜がボーカリストに起用され、それぞれフィクションジャンクションアスカ、フィクションジャンクション若菜としてデビューする。2009年に、それまではフィクションジャンクションとして参加ボーカルごとに、別々の名義で活動していたものが、フィクションジャンクションという一つの名義に統一され、ゲストボーカルが固定されない一つのユニットとして、フライングドッグと契約。 同時にカジラとその関連ボーカリストの公式ファンクラブ、フィクションジャンクションクラブが設立される。ただし、何で言うかは、フィクションジャンクション名義だけでなく、フィクションジャンクション言うか名義としても活動している。また2018年以後のライブでは、若菜に代わり、ジョエルがライブにレギュラー参加している。フィクションジャンクション名義統一後、2016年頃までは、 カジラ本人とボーカルの香織、恵子、若菜、ゆり子海田を中心に、テレビアニメのタイアップ曲を含むシングルやアルバムをリリース。ライブ活動にも注力し、ライブアルバムもリリースされている。2018年2月、カジラがスペースクラフトを退社。同様5月に、フィクションジャンクションクラブは閉鎖される。変わって、同年10月より、 フィクションジャンクションステーションが運営開始。プロジェクト指導から現在に至るまで、フィクションジャンクション名義での単独ライブは行われていないが、ゆきカじう名義として、カじうらが主催するライブでは、同ユニットのオリジナル曲だけでなく、カじうが音楽を担当したアニメのサウンドトラック曲や主題歌のカバーが披露されることもある。同ライブには、 日本語詞での歌唱曲のみが披露される。日本語オンリー。日本語詞以外の言語での歌唱曲のみが披露される。日本語封印。サウンドトラック曲のみが披露される。サウンドトラック等もある。フィクションジャンクションゆうか名義のものは当該ページを参照。配信限定シングルその他のシングル。ありがとうございます。